はい、どうも黒島です。はい、ということでね、本日も元気に行ってみましょうということで、ちょっとね、本日はナイアガラをね、ちょっと見に行きます。滝を見に行きます。はい、ということで、とりあえずね、クソ貧乏のくせに、高速道路一丁前に使う低所得者まっしぐらの、バイ怪人、早速行ってみましょう。いや、寒っ昨日までは割と8度とか9度とかまであったのに、もう今日朝これやばいね0度近くまで下がってるよ。ホンダのダウンでいけるかなと思ったけど、もうダメだ。コミネマンになりましたね。コミネマンに、もうダメだ、寒すぎる。今グリップヒーターをね、使ってるんですけどもね、一番下のレベルだと、それだとちょっと辛いかなっていうレベルに寒いね。レベル2にしてみようか。いや、だからこの、コミネのウェアいいね。雨降ってなければ最高に防寒してくれてて、上半身めっちゃあったかいわ。下半身はもう風が普通にすり抜けてくるね。死ぬわ。いや、実はね、防風のパンツを買ってたんだけど、いや、昨日ね、使おうと思って忘れてて、で、なんか別の洗濯物やった時一緒に洗濯しちゃって、今乾いてないんですよね。まあ、いっか、今日晴れだしと思って着てきたんですけど、いや、ジーパン普通にすり抜けてくるね。やばいわ。全く無抵抗で、無慈悲にも刺さるような冷たい風がね、もう太ももと膝とすねにビシバシね、ぶっ刺さってますね。これは寿命がマッハですわ。なんだろうね。足の寿命が削られる音がします。おぉ、すごいバイクだ。いや、海とかね、あったかいところ行こうかと思ったんですけども、今日は滝を見に行きますね。っていうのも、もう、海の方はね、やっぱ土日、特に日曜日はね、人が多いんですよね。まあ、このご時世だからね、ちょっとやっぱ人は避けた方がいいかなと。まあ、せめてね、緊急事態宣言がなくなってからね、行こうかなというふうには思ってますね。はい。さてと、もうそろそろジャンクションですね。朝日が眩しい。仕事以外でこっちの道走んの久しぶりだな。さあ、新東名ね、行ってみましょうか。綺麗な道だけど、寒いんだよな。いいね。道が綺麗で広い。なんか高速道路走ってるだけで結構絶景だよね。そしてミラーがすげえことになってるの。こっちのこのミラーがちょっと弱いんだよな。なんか知らんけど。これ買い替えかもな。これネジ全開で止めてもね、こんな動いちゃうんでね。寒い寒いこれ右の方にいた方がいいのかな。どうなんだ、わかんねえ。あ、そうだね。おー、いいっすね。この巨大建造物館ね。これたまんないものがありますよね。いいっすね。あ、でけえな、これ。でけえ。これでかいものの近くをこう通り過ぎる、この、くぐる瞬間。これ。はい。この瞬間好きなんですよね。まあ、どうでもいいっすけど。いや、好きだわ、これ。寒い。風がね、一段と冷たくなってきたね。急にこう山間部って感じがしてきた。あー、やばい。寒い。やばいって、これ。寒い。いやー、地獄かな。なかなかよ、これ。いやー、でも、新東名久しぶりだな。こういう時ちょっとだけ車いいなってね、思っちゃうね。一瞬だけね。まあでも、まあバイクの圧勝ですよね。圧倒的に。車かバイク、どっちか1台しか所有できないってなったら、もうバイク所有だね。自分は。間違いない。しかし寒いね。ただバイクにも、もう少しね、こう、グリップヒーターだけじゃなくて、なんとかしてこう、エアコンとかね、あと雨降った時のための屋根とかあってもいいかもしれないね。あと転ぶと危ないから、車輪ももう2つぐらいつけてもいいかもしれないよね。寒い。やばいやばい。いやー、辛いね、この寒さは。いやー、しかし綺麗だな、道が。新東名開通してからだいぶ経つけど、それでも全然やっぱり他の道よりも綺麗だよね。寒い。さっきまで高速いた時暖かかったのに、なんか降りた途端に寒いって、これどういうこと？
さあどんなものかお手並み拝見といきましょうか。寒い寒いしか言ってない。新城インター初めて降りたんだよな。何があんだか全然知らんよ。間もなく何らかの駐車場が見えてくるはずだが、さあどうなる。お、まだ9時前なのか。これはこれはなかなか。それでも交通量はまあまああるね。うわうわ、杉花粉、杉の、うわうわ、杉が、うわすごい色だ、うわうわ、たまらないねこれ。これはしんどい。おお、行くんか。右折レーンとかあんのかと思ったら普通に向いてったね。まあね、まあ自分はもう間もなく目的地なんでね、もうこのまま行きますけど、あっちか、あっち側だ、あっち側だな。これどうやって渡るんだ。渡れるのかこれ。お、あそこ渡れるぞ。よし、もっと手前で渡るべきだったな。おお、なかなか雰囲気は良さげな。あ、アマビエ、アマビエ市、こんなところでも。お、なんかチラッと見えたね、花の木公園、これだ。おお、もうなんかネタバレしてしまったけどね、いいね。よいしょ、よし行ってくるか。なかなかまあまあなんじゃないの。いいね。これ近づこうと思えば近づけるけど、これ危ないね。いやまあ正直ね、ナイアガラ突っ立って、まあ、まあまあ、竹が滑ってるでしょって思ったけど、割と、ガチでナイアガラだったね。すごいね。もう滑ってるし。これが限界かな。すげえ迫力だわ。すげえ迫力だけど、足元がね、こんな感じでね、めちゃくちゃ急斜面なんだ。やばいね。路面がほんと濡れてるんで、あんまりほんと端っこの方行くとガチで危ないんで、乾いてるところまでにしとこう。この先も今行こうと思えば行けるだろうけど、ガチで危ないんで、ちょっとこの辺で勘弁してくださいって感じかな。思ってた以上にナイアガラだったんで、これはちょっとすごかったね。ガチでね、一回はちょっと見てもいいかなって思うね。はい。
朝でね、まだ全然人もいないんで、自分一人で独占してるんで、こんなくっしゃべってますけども。いや、すごいわ。ただ、なんか足元だけは本当気をつけて、なんだろう、ちゃんと、運動靴みたいなの履いてこないと、ガチで、事故る。転んで、こう、谷底に落っこちかねないんでね。うん。それだけはちょっと気をつけてくださいって感じでしたね。うわ、すごいわ。はい、ということで、愛知県のナイアガラこと長篠園庭、長篠園庭見てまいりましたけども、いやー、ちょっと思ってた以上にナイアガラだったね。ナイアガラナイアガラって言ってるとね、ちょっと FX やってる人からするともう恐ろしい単語に聞こえますけれども、なかなかのド迫力でしたね。ただこれ早朝にもかかわらず結構ね、自分が出る頃には人が来ていたんで、本当に早い時間かめちゃくちゃ遅い時間に行くのがいいかもしれないですね。休日は、平日だったら多分人いないと思うんですけど、お、バイクも来るし、なかなかでしたね。いや、よかった。ただ冬は寒い。日陰っていうのとね、水しぶきがね、まあまあこう来るんですよね。夏は涼しくていいかもしれないですけどね。まあ冬にあえて行くべきかと言われると微妙な感じではあるけれども、ド迫力ではあったな、本当に。ド迫力プラス落ちたら死ぬっていうスリル、そこは本当楽しめるな。やっぱスリル好きとしては、なかなか良い体験でしたね。はい。いやー、よかったよかった。満足。まあただね、これだけ見に来て終わりっていうのもね、寂しいんで、ちょっと、いい道も一個ね、行っときたいっていうところでありますんで、この先のね、いい感じの、なんたらパークウェイってところ行ってきますんで、はい。いや、あとこの川沿いの道ね、川沿いの道は最高っていう持論があるけど、やっぱ最高っすね。この感じ。いいっすね。このね、日陰なんで今くっそ寒いっすけど、夏とかだったら涼しくていいかもな。さっきからそればっかり言ってるね。夏だったら涼しくていいって、もう山全般、もうどこ行っても同じこと言えるよね。そんな感じです。